ユースとプロの違い、大きく違うところというのは、どういうところですかやっぱ、相手の速さだったり、当たりの強さだったりとかが、フィジカルの面で、去年、ワンシーズン通して、成長したなっていう部分もありましたかやっぱり、そのスピードとか強さに慣れたりとか、うどう対処したらいいのかっていうのを、だんだん身につけてきて、それが後半の結果につながったんだと思います。 今シーズンの課題を挙げるとしたら、どんなとこでしょうやっぱりもっともっと点を取るところを意識して、まあ、5点しか取ってないんで、やっぱそこが一番の課題ですね本格的にプロの1年目、やはり気持ちの上で違いますかそうですね、やっぱ、これからは本当にプロとしてやっていかなきゃいけないんで、本当、結果も必要とされるんで、そういうところですね。うん 新たな気持ちでのこのキャンプですけどもキャンプの手応えというのはいいかがでしょういや、まあ、ちょっと今離脱しちゃってるんですけど、まあ、レギュラー争いにどんどん加わっていけるように頑張りますお兄さんが移籍をされましたけどもお兄さんと一緒のステージで戦うためにも今シーズン、充実ししたたシーズンにしたいです、ね、そうですすねねそうやっぱり、まあ、とにかく追いつくっていう僕らが、まあ、上に上がるだけなんで、まあ、そこを 本当に意識して頑張っていきたいです。ちょくちょく連絡は取ってますか。そうですね。まあたまにちょっとぐらいですね。改めて今シーズン得点をっていう話がありましたけども、目標ゴール数というのは決めてらっしゃいますか。いやまあ絶対2桁は取りたいなと思ってるんで、まあ、それでチームに貢献できるように頑張ります。それでは応援してくれるサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。いや本当に今年1年。 全力で戦うんでよろしくお願いします